プロバスケットボール B2 プレーオフのセミファイナル、山形 Y ワンズと対戦したシガレックスは、昨日に続き今日の第二戦も勝利し、1年での B1 復帰を決めました。今日5月12日は看護の日です。草津市のショッピングセンターでは、看護師の仕事を PR するイベントが開かれました。 このイベントは滋賀県看護協会が開いているものでコロナ禍もありショッピングセンターでの開催は5年ぶりとなりました会場では被災地の避難所などで活動にあたる災害支援ナースについて紹介するブースがあり今年1月に発生した能登半島地震での避難所の活動などが紹介されましたまた将来看護師を目指す若者を対象に 現役の看護学生に相談できる説明会も開かれました受験の話だとか、えー、看護学校、その入学した後のこととか、いろいろ話して、もともと僕は入院していて、お医者さんとかにお世話になったんですけど、やっぱり一番は看護師さんにお世話になったんで、絶対に看護師になりたいっていう思いがあります。 滋賀県看護協会によりますと全国的に看護師の数は不足していてこのようなイベントを通じて看護師のやりがいや魅力を伝えていきたいとしています全国ママさんバレーボール大会が8月に滋賀県で初めて開催されることになり連盟の役員が三日月知事を表敬訪問しました一昨日10日は 全国ママさんバレーボール連盟の中西香里専務理事と手田チーム理事の2人が県交換を訪れました。第55回全国ママさんバレーボール大会は8月1日から4日まで全国の予選を勝ち抜いたチームが集い、大津市の市が大発アリーナで熱戦が繰り広げられます。 ママさんバレーっていうのは、あの障害スポーツで、まああの、お母さんたちがコートの中で笑顔で走り回る、ボールをつなぐっていうことを子どもたちにも、家族にも、仲間にも見せていきたいということで、あのそれがまあこの地であの、まあ、全国の輪を広げてていいいけたらいいなと思っております第55回全国ママさんバレーボール大会は、およそ30チームが出場予定で。 滋賀県の出場チームは今月26日に決まるということです。